ブリティッシュエアウェイズ急便エンジン故障事故。ブリティッシュエアウェイズ急便エンジン故障事故。ブリティッシュエアウェイズ急便エンジン故障事故。ブリティッシュエアウェイズフライト級は1982年6月24日にインドネシア上空で起きた空事故である。ブリティッシュエアウェイズ急便のボーイング747のジェットエンジンが火山灰が詰まったことにより4機とも停止し、同機は 滑空状態となった。ゼロに近い確率だと言われていた4発機の全員エンジン停止という未曾有の事態に乗員たちは悪戦苦闘を重ね、どうにかエンジンの再始動に成功し、ジャカルタへ緊急着陸に成功。死傷者は出なかった。それまで何も講じられていなかった航空路における火山の噴煙への対策が世界的に急がれるきっかけとなった事故である。 前日の1982年6月23日にロンドンを経ったブリティッシュエアウェイズ急便イカビーエ a 急便は6月24日午後8時クアラルンプール時間ごろ経由地のクアラルンプールマレーシアの首都か次の経由地であるオーストラリア西部のパウスへ向かって離陸した月のない暗い夜だったが上空に雲はなく約1時間半後にはインドネシアの首都ジャカルタ上空を 高度3万7000フィート、約1万1300メートルで通過していた。ジャカルタ艦船への位置報告を終えると、ムーディ機長はトイレに立ち、コックピットには、グリーブス副操縦士とタウンリーイーコール、フリーマン航空赤士の二人が残された。前方が霞んで見えたので、副操縦士のグリーブスは着陸灯を点灯し、レーダーを確認した。レーダーには、雲は映っていなかった。 その後すぐに二人は奇妙な光景を目にする。コックピットの窓枠をセントエルモの火が走った。通常は雷雲に遭遇した時に出るものだが、レーダーには何も映っていなかった。嵐に備えてシートベルト着用サインを点灯させ、自分たちもベルトを閉めたが、しばらく二人は客室乗務員を呼んで一緒に窓を走る先行に見とれていた。ところが、やがて機内に、 保存州が漂い始めた。異変を感じたグリーブス副操縦士は、直ちに機長を呼び戻す、要客室乗務員に依頼した。機長は空調のダクトから煙が出ていることに気づき、機内で火災が発生した可能性があると察知して、急いでコックピットへ戻った。ケーキやレーダーに異常はなかったが、エンジンが白く光り始めていた。BA 級便は、ジャワ島を越えて、 インド洋の上空に達しつつあった。電気系統の火災を疑った航空機関士は機内のシステムを入念に調べていた。すると第4エンジンの出力がみるみる低下していくのが分かった。航空機関士が急いでエンジン故障を報告すると機長は第4エンジンを出荷時のマニュアルに従って停止させた。 機長は、すぐさま残る3発のエンジンで、インドネシアのハリムペルダナクスマ国際空港への緊急着陸を検討する。ところが、次に、第2エンジンが、続いて第1エンジンと、第3エンジンにも異常がなし、ついには全エンジンが停止した。その頃、機内は不気味に静まり返り、エンジンは炎を上げていた。乗客たちは動揺し始めた。一方、コックピットの中では、 今まで起きたこともない事態に、当初は、ケーキの故障や、燃料ポンプの故障を疑ってみたが、いずれも異常はなかった。機長は直ちに緊急連絡である、命令を発する指示を出し、航空機関士はエンジンを再起動させようとした。副操縦士はトランスポンダを緊急用のスコーク7700にセットし、無線で、ジャカルタ管制に、命令、命令、命令、スピードバード Q、ウィー、 ベイロストオール4エンジェンズ、メメーデデー、メーデー、b a 急便、エンジン4機すべて停止。と呼びかけたが、謎の光のためか無線は、なかなか通じず、ジャカルタ管制は、スピードバード9 u ベイロストナンバー4エンジン、b a 急便、第4エンジンが止まったのですかと聞き返してくるような状態であった。これを傍受していた。 ガルーラインドネシア航空875便のパイロットが間に入って、完成に連絡を入れ、ようやく状況が伝えられた。その頃、航空機関士は、第4エンジンを復活させようと何度もエンジンの再点火操作を続けていたが、エンジンは起動しなかった。幸いなことに、発電機や油圧ポンプは作動しており、操縦を続けることができたが、契機は、 機長席と副操縦席とで表示が一致しなくなり、無線も雑音だらけになった。そんな中、機長は機体を毎分500フィートで降下させながら、ジャカルタへ向かうべくコントロールしていた。この降下率なら140マイル、約224キロメートルは飛ぶことができるとクルーは落ち着きを取り戻していた。機長は2ヶ月前に、全員エンジン停止を想定したシミュレーション訓練を受けていた。 ジャカルタへ向かうには、ジャワ島の山岳地帯を越える必要があり、それには11,500フィートの高度を保たなければならない。エンジンの力がなければ、高度は維持できないので、エンジンが最後まで回復しない場合には、真っ暗な海への着水しか選択肢がなかった。クルーは何度も必死にエンジンの再始動を試みるが、エンジンはよみがえらなかった。機長が、 乗客にアナウンスする時間がなかったため、乗客たちは不気味な静けさと再始動に失敗して、炎を出すエンジンを見ながら、ただただ静かにしていた。客室乗務員たちは乗客たちを元気つけるため、機内を歩き回っていた。その頃コックピットでは、さらなる危機が生じていた。エンジン停止により、機内の余圧が効かなくなったため、酸素マスクをつけようとしたのだが、副操重視のマスクが壊れた。 このままでは酸素欠乏症になり失神してしまう危険があるため、機長は効果率を上げ、酸素を吸入できる高度まで下げることにした。途中でマスクの修復には成功したのだが、効果速度を上げたことにより、エンジンを再起動する猶予時間が短くなってしまった。乗客たちは客室でも酸素マスクが下り、効果が早まったことで恐怖を感じ始めていた。 機長は12000フィートまで降下してもエンジンが再起動しない場合は、洋上への着水しかないと決心していた。そこで通常は3分かかる再始動の手順を一部省略して、再始動の回数を増やし、何度となく再始動の試みがされたが、エンジンは起動せず、ついに高度は11600フィートを切った。機長は乗客に短いアナウンスをした後、主任客室乗務員に、 不時着水に備えるよう指示した。エンジンが停止してから12分が過ぎ、高度はすでに1 1400フィート、3400メートルまで降下していた。もはや不時着水しかないと覚悟したその時、第4エンジンが始動した。エンジンは次々と蘇り、全エンジンが復活した。機長がジャカルタへ向かうとアナウンスすると、客室内は寒気に湧いた。途中、 山岳地帯を越えるときに再度、第二エンジンが不能となったが、残り三発のエンジンで、どうにか、ジャカルタへたどり着き、空港への誘導電波に乗ることができた。ところが、いざ着陸しようとすると、コックピットの窓が曇りガラスのようになっていた。加えて、着陸誘導に必要な地上の装置のうち、適切な侵入角度を示す、グライドパスが故障していたため、 活路の中心を示すローカライザーは機能していた手動での着陸を余儀なくされた。機長は何とか曇らずに残った橋の数センチから外を確認しながら現地時間の22時25分ハリムペルダナクスマ国際空港へ着陸することに成功した。この事故の原因は火山の噴煙であった。ジャカルタの南東160キロメートルにある火山。 ガルン群山が噴火を起こし、その噴煙がインド洋上空にまで達していた。1980年代初頭、ガルン群山は噴火を繰り返し、特に1982年4月から6月にかけて、その勢いは特に激しさを増し、6万人にも及ぶ周辺住民が避難を余儀なくされている。ガルン群山は事故の起きた日の夜も噴火を引き起こした。 火山灰は風に流され、BA9 便の飛行コースへと拡大した。この噴煙に入ってしまったために、エンジンに吸い込まれた火山灰が熱で溶けて、ガラス状の固体となり、それが排気管に詰まって空気の流れを乱し、エンジンを止めてしまった。機内に漂う異臭や煙は火山の噴煙であり、謎のセントエルモの火や窓が曇ってしまった原因も、火山灰の粒子との摩擦によるものだった。 翌日、クルーたちが、ハリムペルダナクスマ国際空港で機体を点すると、摩擦で塗装は、剥がれ、窓は、すりガラスとかし、エンジンも傷んでいた。また、景気の異常も、ピトー間に火山灰が付着したためであり、無線の混乱も、火山灰と機体との摩擦で生じた、静電気電波が乱されていたためであった。幸い、万三千五百フィート、四千百メートル以下には、 噴煙が立ち込めていなかったことと噴煙を抜けたことでエンジン内部の温度が低下したこととエンジンに詰まっていた火山灰が剥がれ落ちたとによりギリギリのところでエンジンを再始動することに成功した。また気象レーダーは水蒸気を感知するものであるため乾燥していた火山の噴煙、火山灰は感知できず月が出ていない日の夜間に規定通りの航路を飛行していた BA9 便が 火山灰を避ける子は、ほぼ不可能であった。事故後のインタビューに対して機長は、穴熊のケツの穴の中を飛行しているようだったと、発言し笑いを誘った。なお、未有のトラブルの中、無事に機体を着陸させたクルーたちは、イギリス女、エリザベス2世からの検証をはじめ、様々な表彰を受けた。ムーディ機長は、その後、BA9 便の乗員、乗客に飲み、 入会資格を与えたガルンングライディングクラブを発足させ同クラブの会長に就任事故の瞬間を共有した者同士の交流の場を与えているこの事故の後火山活動が航空機に与える影響が認識されたことから航空路火山媒情報センターが設置され火山の情報提供の整備などが世界的に行われていくこととなったなお 当該機材の GBDXH は2002年1月にユーロピアンエアチャーターに移籍後2009年7月に完全退役、スクラップとなった。事故ではないが火山の影響による以下の事例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。